一部列車の運転取りやめにつきましてご案内いたします。政府の緊急事態宣言の発令及び岡山県からの要請に伴い、山陽本線では緊急事態宣言解除までの間、岡山0時4分発倉敷行きの最終列車の運転を取りやめます。ご利用のお客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。